典型的なカンムリザ・ R 型変更性であるいて、ザ・ライセイの1988年から2015年にかけての高度曲線、特徴的な急減高が記録されている。カンムリザ・ R 型変更性は、10分の1程度の低い振幅のモードと1から9等級の不規則で、急激なモードの2つのモードで高度が変化する、爆発型変更性である。RCB と略記する。 プロトタイプ製は、イングランドのアマチュア天文学者である、エドワード・ピゴットが1794年に発見した、カンムリザ・アール製である。それ以来、約100個のカンムリザ・アール型変更星だけが発見されており、非常に珍しい分類となっている。現行は、すすの形に凝集した炭素が、恒星の赤外線を遮るために起こり、可視光では、明るさは変わらない。 カンムリザ・ R 型変更性は通常は F 型または G 型の黄色の長距星で黄色の長距星に特徴的な二原子炭素やシアン化物の分子吸収体を持つカンムリザ・ R 型変更性の大気は水素を書いておりヘリウムや他の元素に対する存在量は1000分の1から100万分の1であるカンムリザ・ R 型変更性のスペクトルは 多くの種類にわたるが、ほとんどは F 型か G 型の長距星かまたは、比較的、冷たい CR 型の炭素性の長距星である。しかし、例えばいて、ザ VS 星等の3つは、青い B 型星であり、白鳥座 V482 星は、赤い巨星である。また4つはスペクトル中に、鉄のフラウンホーファー線を描いている。共通する性質は、 炭素の吸収線が強いこと、水素を変えていること、断続的なはっきりした減衰を持つことである。カンムリザ・ R 型変更性の炭素のゴミの形成については、主に2つのモデルが提案されている。1つのモデルは、構成中心から構成半径の20倍の位置でゴミが形成されると仮定し、もう1つのモデルは、構成の高級の中で形成されると仮定する。 前者の論拠は炭素の凝集温度が 1500K であることであるがカンムリザ・ R 型変更性の高度曲線が最小値に達する直前に急速に減退することは説明できないこのモデルは雲を形成するのに大量のゴミを必要とし長い時間がかかるため急速な減光を説明するのは難しい後者はいて座来性の大気中で検出されたような衝撃波の 低圧部で局所的な暴走冷却により 4500K から 6500K の環境で炭素のゴミが形成されるとするものである。構成そのものの形成もはっきりわかっていない。標準的な構成進化モデルでは水素を持たない大質量の明るい構成は生まれ得ない。これらの構成を説明するために考えられている二つの主な理論はどちらも風変わりで おそらくこのような珍しい構成にふさわしいものである。一つはヘリウム白色矮星と炭素酸素白色矮星の2種類の白色矮星が融合を起こした結果であるとするものである。白色矮星は通常水素を描いているため生じた構成もこの元素を描くことになる。二つ目のモデル燃焼中のヘリウム柄での大規模な対流を仮定し、水素は構成内部に潜っていき、 大気中にはほとんど存在しなくなるとするものである。カンムリザ・ R 型変更性の多様性は、強ヘリウム性や水素を欠いた炭素性と関連する形成過程の多様性のためで、あると説明することができる。ありがとうございます。